はい、こんにちは。えー、今回ですね、あの前回の動画の日立製作所が、えー、神を見つけてですね、そして一般公開していましたと。そしてそのまあ神のですね、いろんな性質をですね、まあ世間の人に、えー、立証してしまっていたということをお話ししましたと。まあその性質の一つはですね、えーまあ、粒であり波であると。まあ神。 ま、ここでは存在君といういうのを言いますね。神という存在君の、えー、様々な性質があったと。存在君は、えー、見ているときは、粒であると。見ているときは、えー、粒であって、光よりも速い、遅い速度で、えー、自らを表現し、まあ、空間を作り、まあ、その中に観察の主体である、まあ、様々な位置を持ってですね。まあ、この世界ではあなたもその位置の一つで、まあ、あなたという生命形態があって で、そこから、えー、空間の中に自分がいて、そして学校かくら皆に時間が流れ、そしてこの世界を観察するっていう、こういう性質を持っていますと。これが、えー、存在君が持ってる、えー、粒の性質。そして、これが見ている状態っていう。そしてもう一つは見ていない状態では、波の状態になっていますと。波の状態で観察してもいないんで、まあ、これは何もない、真空の状態になっていますと。まあ、存在君ってのは、 見ているときは、なんか空間があって、まあ、この世界があって、自分が人間や生命体の視点を持って、この世界を観察できるけど、えー、見ていないときは、えー、何もない真空であると。こういう性質があるってことが、わ、えー、かりました。で、またさらに、えー、この性質をですね、日立製作の技術には、20スリットの実験でわかったんですけど、さらにそれを改良した消しゴム実験とか理科学研究所との協力した実験で、 この存在君の性質がもっと分かってきたんですよ。まあ、存在君は何もない状態の中に、えー、いずれかのところに位置を持つと。そして、この位置を持つと、えー、その位置を持った、えー、状態から、その過去に対して、えー、観察できると。過去に対して観察すると。 つまり、位置を持ったこの我々は空間に人間として生まれてくると、その過去を全て記憶として見ることができると。あるいは、えー、記録してきた記録として、それを観察することができると。つまり、未来に我々はある時点で生まれたとすると、そこから過去を、そこから繋がる過去をですね、自分の記憶として、なぜここにいるのかを観察することができると。これが観察の直徴,直徴であると。 まあ未来である自分から過去が見えると。だけどそこからさらに未来っていうのはまだ波の状態であるっていう。そして同時に、えま、ー、様々な何もない進行の中には無限の位置があって、その位置の数ごとに生命体がいて空間がたくさんあって、まあいろんな位置からいろんなシチュエーションの中で様々な生命体が、えー、なんで未来である今いる自分から過去分けが分かって、 未来は波の状態なのかっていう。この粒であり、波の状態が同時になることによって、えー、人間っていうのは今っていう瞬間と、そして過去っていう瞬間、そして未来っていう瞬間を同時に体験することができるっていう。この不思議な、えー、性質を存在君は持っていましたと。これが実験によって、日立製作所が作った、えー、技術を、水移を集めて作った、えー、実験工具によって、理科学研究所が弾き出した答えなんですよ。 でここからわかることは、えーまあ、存在君に、えー、一体。ここからわかることは結局、えー、時間っていうものは存在してないと。何もない真空、見てない状態の中には、時間っていうものは存在していないと。過去、現在、未来は、えー、同時に真空の中に存在していて、そして、 えー、過去現在未来は同時に真空の中に存在して、そしてそれらの全てが一つの時間の中に因果関係、一つの一本の時間の中の因果関係に全部が囚われているわけではなくて、全く違う時間の中に全ての空間っていうのは存在していて、あるいはその空間ごとに因果関係を持ってるものがあるけど、全く関係のないストーリー性設定、時間の中に生きてる空間っていうのもたくさんありますと。 はい。えー、これは同時に何もない真空の中には全ての出来事が、全ての瞬間が、想像できる瞬間が、同時に全て存在していると。宇宙が始まった時に、同時に全て何もない、見てない状態の中には、全ての瞬間が同時に存在していると。だけど人間は、 一つの位置、そしてそこから生命体としてのまあ肉体を持つと、まあ時間と空間という枠の中に絶対に入っていると。テか、ワクからなに時間が流れていると。そして過去を記憶していると、えー。だけど我々はこの無限のすべての位置、すべての、えー、情報っていうのを一人のキャラクターになった場合、観察者になった場合、宇宙のすべての出来事を同時に体験したり、理解したり、 全てを同時に観察することってのはできないっていう。こういうことが、ええー、まあ、この日立製作所が作った素晴らしい、えー、ピコピコ光線銃光を放光線銃と観察機材。この観察機材だって、光の粒が秒速30万キロメートルで飛んでるわけですから、それが作る粒と、えー、波形を、えー、観察できるものすごい機械ですね。はい。こういうことが分かりましたと。こういうことが分かりましたと。はい。皆さん、ついてきてますかはい。 はい。ここで、えー、質問来てた。質問来てたと。はい。質問来てたの。誰から質問来たったら、えー、南部陽一郎さんからここで、この存在くんに対する質問が来てましたと。えー、日立製作所の皆さん、せっかく、まあ、神、存在くんを、えー、皆さんは捕まえたわけで、そして存在くんのそれだけ様々な特徴があるわけですから、私にもぜひ存在くんに質問させてくださいっていう質問が、えー、東京の南部さんから来てましたと。南部洋一郎さん来てましたと。 南部洋一郎さんはどんな人かっていうと、えー、まあ、南部洋一郎さんっていう人は、えー、学生の時に素粒子物理学を志したのに、うっかり素粒子物理学の講座がない東大に行ってしまった。米国のプリンストン高等研究所では何をやってもうまくいかず、絶望状態であった。えー、アインシュタインのファンで、まあ、彼はアインシュタインが生きていた時にちょうど二十歳、えー、ちょっと薄いたぐらいだったんですよ。 アインシュタインに会うために、なんと2回も、えー、いろんなことをして、アインシュタインと会った話ができました。その時、アインシュタインは、南部君の研究は僕たちの研究の50年先を言っているね、と、えー、冗談とも、えー、茶化しとも、本気とも思われないことを言われてしまったと。えー、BCS 理論にいら立ち、まあ、BCS 理論って、まあ、説明すると長いんでしませんけど、最初研究してたんですけど、 まあそれにいならち、やがて恋に落ちて自発的対称性破れの理論を作り上げたと。まあ要するに BCS 理論にですね、まあちょっと振られてしまって自発的対称性の破れの,方の理論に行ってしまったと。えー、新理論の論文を、えー、その論文の内容を書く前に明かしてしまって、他の研究者に先に論文を書かれてしまいましたと。だから南部理論ってならないで、南部なんとか理論とかって、その人の名前をくっついちゃってるんですよ、実は。まあ外国の人なんですけど。 まあこの人はこういう波乱万丈の人生の中でどんな業績を挙げた人か。えー、南部さんっていうのはですね、自発的対称性の破れをはじめとする数々の新理論で、えー、質量と力の起源に迫り、その後のヒックス粒子の発見や、えー、電弱統一理論の確立にも絶大な貢献をしたにもかかわらず、えー、50年近くもノーベル賞受賞を待たされてしまったと。まあ、もらったときはもう死ぬ直前ぐらいだったってことですね。はい。 え先進的すぎたために、おかしい人間と言われていたと。ずっとおかしいと。この人おかしいって言われてたんですよ。で、予言者、魔法使いとも呼ばれた彼の発想は、どのように生まれたのかと。はい。まあ、こんな人なんですよ。南部さん。まあ、南部さんが日立製作所がですね、えー、去年、えー、神を捕まえて、その神様くんですね。まあ、存在くんにですね、ぜひこれだけは聞いてくれってことが、えー、あります。えー、質問来てたと。 それをちょっと南部さんのちょっと質問状を読んでますね。はい。えー、一体存在君にそんな性質や力を与えたのは誰なのかと。まあ、存在君に、えー、見ている観察しているときは粒の状態になって観察者として過去とから未来に時間が流れる空間の中で、えー、生命体としてものを観察すると。えー、さらに観察しない状態では 何も、えー、存在もしてないと。波の状態であると。そんな性質を存在君に与えた人は一体誰なのかと。そんな人っていうか人じゃないんじゃないかと。一体それはどういう形で、誰がどのような目的で存在君にそんな粒であり、波であるっていう性質を与えたのかと。しかも観察してる時だけ、えー、粒がある、なって、観察してない時は、えー、何にもないと。観察してる時は相対的な世界に、時空の中に生きているのに、 観察してないときは消えて波のローザーになってしまうと。一体誰がそんな性質を存在君に与えたのかと、えー。ではなぜ、えー、存在くんに始まりを作る必要があったのかと。まあ、存在くんにそんな性質を与えた人はなんで始まりを作ったのかと。始まりを作ったのかと。ではじゃあ終わりって何なのかと。まあ、南部君は、南部さんは、えー、質問してますね。はい。えー、誰が、 宇宙が始まる前にこんな仕組みを作ったのかと。つまり何もない真空の中に誰がこんな仕組みを作ってどうやって宇宙の始まる前にその意志は、その人は言って命令をしたのか。誰が宇宙の始まる前にどうやって行ったのかと。宇宙の始まる前に始,始まる前だから一体存在してるのかと。こういうことを南部さんは聞いてますと。えー。またこんなことも聞いてます。なぜこの物理次元、三次元には こんなに苦しみに満ち溢れてるのかと。なんでこの三次元にはこんな苦しみが満ち溢れてるのかと。まあ、差別とか、えー、戦争とか対立とか、いろんな論争がありますね。こんな苦しみになんで三次が満ち溢れてるのかと。もっと何もない真空、調和してる、えー、相対的な状況、じゃ対称性が保たれている何もない真空がなんでわたわたこんな、えー、観察するためだけにこんな、 苦しみの世界を作ったのかと。これが南部さんが来てますね。そして、なんで人間はまた死ななくっちゃいけない、えー、存在なのかと。これを、えー、南部さんがからの質問来てたんです。はい。さあ、なんでしょう皆さん。なんで、えー、存在君まあ神は、えー、こんなビッグバンを起こして、えー、観察している状況と観察しない状況を作ったのか。二つの相対的な状況と全体的な状況に分かれたのかとでそれを一体命令したのは誰かと。 一体何の始まりを、宇宙が始まる前に始まりを作る必要があったのかと。その目的は何だと。えー、誰が宇宙が始まる前にわざわざ行って、そんなことをやったのかと。そんな方法はあるのかと。えー、なぜ物理次元はこんなに苦しみや対立に満ち溢れているのかと。そして、なんで人間は死ななくちゃいけないのかと。精病床だったやつですね、これですね。はい。えー、南部さんから質問来きました。はい。まあ、ホーキングさんも似たような質問をしてますね。はい。 まあ、ホーキングさんも似たような質問をしてますと。まあ、ホーキングさんからも質問を来てたと。えー、まあ、彼の質問は一体なんでこの世界が生まれたのかと。宇宙はどこから来たのかと。まあ、観測できる宇宙はどこから来たのか。それともずっと存在してきたのか。時間がいつか逆転して、結果が原因に成功することはないのか。人間の死ゆることには究極的限界があるのかと。どうかと。 こういうことをホッキングさんも質問しますと。まあ、ナムさんも質問しますと。さあ、皆さん、この問題にどう答えるでしょうはい。まあ、この問題っていうか、今、このですね、日立製作所が捕まえて、この存在君からですね、様々な性質を研究した結果ですね、彼を解剖していろいろ研究した結果、まあ、一つの例えで存在君が、まあ、量子力学と相対論で存在君を分析すると、一つの答えが出るんですよ。 まあそれは一つの例えにすると、まあこの世界っていうのはまるで信長の野望のような世界であると。信長の野望っていうコンピューターゲームがありますよね。であのゲームは、えー、スイッチオンをして、えー、コンピューターの、えー、パソコンの画面に、えー、誰かキャラクターになる前は単なるフロッピーの中、あるいはダウンロードする前の形にならない情報にすぎませんと。 その情報の状態、何もない状態っていうのは誰も観察してない状態ですね。観察してない状態は形にもなりません。物質にもありません。それは単なるコンピューターのフロッピーかなんかの中に入っている。まあ単なる、えー、電気情報にすぎませんと。まあそれは目にも見えませんし、形にもなりませんけど、記録にはされてますと。フロッピーの中に一つの記録、えー、コンピューターシステムとして、えー、記録にはなってますと。だけど見えませんし、どこにもありませんと。 だけど、え、コンピューターを使って、その中にいる、ま、誰か、信長でもいいし、え、上杉謙信でも石い武田信玄でもいいし、今川義元でもいいし、ま、島津でもいいし、立花胸茂でもいいし、ま、普通の町人でもいいし、ま、普通のお姫様でもいいし、普通の町娘でもいいし、お役所さんでもいいし、誰でも、え、その中でキャラクターをやりますと。ま、もうちょっと範囲を広げると別な火星人になってもいいわけですし、え、別な、え、攻め形態を持った宇宙人になってもいいわけだと。 だけど、とにかく、誰かになって、まあ、コンピュータ画面にならない限り、えー、観察できませんと。自らを観察できませんと。えー、じゃあ、例えば、その中でですね、まあ、立花宗茂になりましたと。じゃあ、立花宗茂っていう人が、まあ、1500年代にいましたと。そうすると、位置が決まりますと。じゃあ、立花宗茂って人が、私たちは、 信長のがのといってゲームの中で、立花宗しになると、それまで何も存在していなかった観察者がいなかった中で、立花宗しっていう観察者の状況になりますと。そうすると、立花宗しが生まれた、まあ、柳川藩とか、じゃないあの人生まれた、えー、そっちの九州の方の藩に生まれましたと。で、彼は育っていくと戦国時代で、えー、そして、えー、立花宗しは大,大友の、えー、家臣の中の、えー、武将の息子に生まれてましたと。そして彼はすくすくと優秀な、えー、武将になりましたと。 で、ここから、この状態が、損益するための過去が、えー、そこからビッグバンからずっとここに繋がってるんですよ。これがですから今、今、えー、未来の状態に、過去が見える状態ですね。はい。で、この状態から、この未来ってのはどうなるかわからないけど、瞬間瞬間、彼の選択によって、様々な立花宗しの未来がありますと。まあ、もしかしたら、世間派の合戦に間に合って、まあ、天下人になってしまう未来もあれば、 まあ、関原の合戦に間に合わないで、えー、その中で間に合わないのまま、切腹したり、徳川軍に捕まって殺されちゃう未来もあるでしょうけど、まあ、歴史上はですね、彼らは人人なったんですけど、徳川秀忠に、えー、ぜひ来てくれって言って、徳川秀忠の、えー、おとぎ集になったんですけど、この世界ですね。それ以外の未来もたくさんあるわけですね。はい。瞬間瞬間がたくさんありますと。つまり、 えー、フロッピーの情報の中に、形にならない情報の中には、いろんな立場の宗しの未来が入ってるし、またさらに今川義元、織田信長、さらには、えー、武田信玄、島津や毛利や、えー、いろんな人が入っていて、その人が瞬間瞬間が全て入ってるわけですね。つまり観察しない状況っていうのは、さっきも言いましたけど、えー、時間が関係ないと。観察しない何もないフロッピーの中の真空の状態って、時間は関係ないと。で、過去、現在、未来、えー、が全て、 同時に存在していると。まあ、そして、まあた、この戦国ゲームに限らないで、まあ、どんな設定でも、どんな宇宙でも、その中に入ったとすると、まあ、その中には、まあ、いろんな宇宙人になってもいいし、火星人になってもいいし、近星人になってもいいし、えぇ、ー、ヤベになって地球のですね、6000年前に行って、そこで人工人間、シュメル人を作ったり、いろいろして、イダヤ人を作ったりして、地球の文明をですね、金融で支配してもいいと。 そうなってくると、過去現在未来は同時に存在して、どんなキャラクターにもなれると。そしてそのキャラクターたちから生まれる瞬間瞬間もすべて何もない進行の中に観察しない時間の中に入っていて、時間に基づいた因果関係は関係ないと。全く我々のこの地球のえ進化系や歴史と関係ない生命体にもなれば、全く関係ない時間の因果率の中を生きることができると。そして、すべての出来事っていうのは何もない進行の中にも始まった瞬間に あると。全部の瞬間瞬間があると。えー、我々のですね、これらの無限の何もない真空っていうものは同時に体験することはできないから一人一人のキャラクターが、えー、自分の時間軸と自分のキャラクターとしてその中で体験していくっていう、こういう仕組みができてますと。だけど、南部さんから質問来てたと。コーキングさんからも質問来たところによると、一体真空食よ。なんでお前にはそんな性質があるんだと。 え、一体誰がお前にそんなことを命令したんだと。だいたい宇宙が始まる前にそんな始まりを作ってわざわざ苦しみのそんな戦国時代やら、なんだ、この我々の地球文明やら、リムギア文明やら、なんとか文明やら、作る必要はないし、そんな火星人やら、金星人やら、アントロメーダー人やら、なんだ、わけのわからない、なんとか人やら、なんとか人になる必要なんかなんであったんだっていうのが南部さんの質問で、なんでかっていう。はい。それに対して、えー、まあ、この連中、 はい、この親父さん。この親父さんとかが出した、えー、結論っていうのは、どんなもの分かるわけねえだろうと。宇宙が始まる前に、この宇宙に始まりを作って、えー、観察している状態の真空間をたくさん作った人が、そんなやつ分かるわけないだろうと、人間の知性で。そんなこと分かるわけないだろうって。えー、誰が命令したから誰なんていうそんな不特定の 神を誰なんていうふうに特定できるわけないだろうとか、えー、だ始まりを作った必要が何であったのかなんて、そんなの、今の初めからこういうシステムになってんだと。この世界はまるでコンピューターのように、死んだ万象、宇宙死んだ万象があって、宇宙コンピューターが中心にあって、それらが勝手にコンピューターによってこの情報を、信長の野望によっていろんなキャラクターが同時に存在して、いろんな瞬間が同時に存在して、宇宙人もいっぱい存在して、えー、いろんな異次元人も存在して、それが同時に、あらゆる世界で、えー、空間の中にいて観察しながら、 一体この世界なんでできてなって、それをただ探求してるだけだけど、そんな連中の人たった一人も、なんでビッグバンが起きたのかとか、なんでこういう性質になったっていうことを分かる人なんかいないんだと。もともとそんなことをやらなくても、最初からこの世界はコンピューターであって、えー、我々はアルゴリズムによって動かされてるだけの存在であるっていうのが、まあ、この、前紹介したレーカーツワイル。レーカーツワイル。えー、さらにホモサピエンス。 全死、そしてホモデウス。さらに、だから、今の我々の地球は、えー、人口がたくさん増えすぎたと。それに対して、我々アルゴリズムは、えー、削除して、そして住みやすい風にして、テクノロジーの発達に従って、統一政府を作って、そして残った5億の人間ぐらいをノーチップで支配して、そして、えー、地球の生態系を元に戻す。これは宇宙アルゴリズムが、 我々っていう、ただのコンピューター情報。信長や、え、意味長秀や、え、橋場秀吉や柴田勝家、みんなコンピューター情報ですね。他の宇宙人もみんなコンピューター情報だと。信長野望的に言えば。え、他の宇宙人もみんなコンピューターだ。宇宙コンピューターってのはその中心にあって、誰かが太古の昔にその宇宙コンピューターを使って、我々の世界っていうのは、これはコンピューター情報として作られてるんだと。だから我々はコンピューターゲームを完成させたと。我々は死んだ万書に置かされてるコンピューター。コンピューターの元のプログラム置かせるだけの。 死んだ万象におかせたアルゴリズムであると。だから我々はただの電気信号だから。我々はだから、だからこそ我々は電気と磁気で作られてるこの宇宙がまるで存在するように思ってるだけの存在であって、実は観察しているものが最初から何もない空だろうと。だからこの世界はコンピューターで,できてる。だから我々は地球のために今、地球の未来のために僕が決断したことはそれは、 この二つの本におりも分かる通り、今行われていることであると。はい。まあ、それ詳しく言いますね。これはだから僕たちは正しいことで地球を救うため、ことによって、残った優秀なお金持ちたちや、優秀な人類たちだけが生き残ればいいんだと。それこそまさに、えー、フロッピーの中にある、シンクの中にある、えー、情報がですね、我々、ビル・ゲイツや、えー、ジョージ・ソロスや、えー、ロッサイド・ロックフェラーに、やらせようとしていることだと、死んだ万象のある国ですね。だから僕たちがやってるのは、さらにコンピュータ情報を処分して、 住みやすい5億人の地球を作って、それらの人を統治すると。さらに僕たちは寿命があるから、それもしょうがないやと南部君と。しょうがないから僕たちは、への意識の情報はコンピューターにインストールして、アバター世界の中で生きるとか、この世界でサイボーグとして生きればいいじゃないかと。そういう漫画もいっぱいあるじゃないかと。ロボット、えー、サイボーグなんとかなんていう漫画もいっぱいあるじゃないかと。はい。えー、それに対して、まあ、これがですから今の、ビル・ゲイツやジョージ・ソロスやロシアド・ドロックヘラが出した答えなんですよ。 で、これが量子力学を突き詰めた答えであって、結局はマルクス。マルクス主義っていうのはニュートン力学から生まれてきて、ニュートンっていうのはこの空間が全てなんだと。僕たち人間が生きていけるこのくあ、この空間全てだと、これ以外のものなんで感知できるわけねえだろうと。他にいろんな位置があるかもしれないけど、そこに空間があって生命体が生きていたり、宇宙人とか生きてるかもしれないよっていう。だけど、そんなもの別に俺ら宇宙人と今、更、え、新、ー、してないだろうと。 えー、昨日宇宙人が来て、俺と話し合って、じゃあ他のに次元に行きました。そんなことあるわけないし、神、む,むしろ、それどころか宇宙をこのように作った神なんて、創造主いやそ、そのそんな存在を理解することが人間の姿勢でできるわけないだろうということで、それがニュートン力学の限界点で、それで作ったのがマルクス主義って言って、この世界は、え、資本家と労働者がいて、資本家は労働者をお金で管理すると。 で、常用価値ってお金をどんどん集めて新たなシステムを作っていくけど、えー、行が来れば破産して、そして、えー、資本主義では、えー、みんな破産してみんな餓死しちゃうんで、えーき、共産主義っていう平等な主義を作ればいいなんつってるけど、みんなやる気がなくなっちゃったり、えー、結局、素人の、えー、独裁者がやるから、作物の育たないでみんな餓死しちゃったりっていう、こんな状況が続いてますと。 で、共産主義を作る前に、えー、ヘーゲルとカントがいて、まあヘーゲルとカントも結局は、人間は未知なるもの、神なんてものは理解できないと。じゃあ今、量子力学でこういう世界構造があると何もない進行なんかたくさんの位置があって瞬間があって、えー、そこから無限の可能性の中で、すべての生命体が無限にいて、宇宙はなんでできたろうってみんな考えてるかもしれないと。だけど、それが理解できないからこそ、今の世界が続いてんだと。それが理解できたらみんな神になっちゃって、みんな徐々にビッグバンを起こして、 みんな想像の死になっちゃうじゃないかと。だけどなってないだろう。だからそんなことは無理なんだと。というところで、この、えー、レイカーツワイルは、どうせ俺らはこの空間の中で生きていくしかないと。死んだろお前もう消滅して真空に戻って虚無になっちゃうんだと。だから我々は脳を、えー、コンピュータにインストールしてアバターセガの中できるか、まあサイボーグみたいになって生きるか知ればいいと。で、その考えに沿って、えー、リバルの原リが4つの認知革命って言って、 結局最初に嘘で宗教って嘘をつくと俺は神の化身だなんつってえ他の人たちの闘、えー、領になった人がいろいろ支配権を確立してさらにロスサイド歳ウェアがお金,をお金をが価値にあるっていうふうに思わせてそのシステムを作って、えー、支配権を確立してそして今テクノロジーの発展によって、えー、第4革命が起こってますとそれはテクノロジー革命であってこれからはもういらない人間は削除されて、えー、人間は神になると 人間は神にあるってのは意識を、えー、インストールして、永遠に生きる存在になって、他を支配して、いらない奴は、えー、データ情報として処理してしまってもいいんだっていう。はい。で、それを結局実現して、実行してるのが、統一政府とか、えー、この親父さんっていうことになりますね。はい。まあ彼らのですから思想っていうのは、この量子力学の限界点から来てるんですよ。まあ今現在ですね、まあ日立政策所利権利権まあこれ日本が一番進んでるんですよ。まあ東京大学のさらに古澤 古澤明教授は、量子チルポテーションの今研究してるんです。まだこれ、まあほとんど幼稚な段階なんですけど、今科学はこういう段階です。ですから今の相対性理論と量子力学、さらに日立製作所の技術によって実現されたこの二重スリットの実験、まあさらには消しゴムの実験、さらには未来が過去を作っていたっていう実験、この範囲の中で言えば、結局は、この連中の、えー、意見がしか、 たどり着かないんですよ。これが量子力学の今の限界点なんですよ。彼らは彼らはちゃんとこれ知ってるんで。ところが、この先があるんですよ。量子力学と相対性理論で、ここまでしかわかりませんと。この世界は、えー、観察しているときは粒であり、観察しないときは波であると。そして時間と空間関係なしにいろんな、えー、して、位置があって、そこから空間がいっぱいあって、そこからみんな生命体が、じゃあ仮に宇宙が何でもまったのか考えているとしよう。だけど、それらの連中も、結局は、 えー、信長や、庭長秀や、えー、福島正のや、橋場秀吉や、えー、彼らが分からなかったように、この宇宙がなんでこのようになってるのかっ分からないと。存在君を捕まえたけど、存在君、神を捕まえたけど、日立製作所も、えー、彼に聞いたところ、俺も分からないと。存在君も俺がなんでこんなになってるか分からないと。神様もなんで俺がこんな風にできてるか分からないと。ということは、神様のこの性質を生み出した、 その上の存在がいるってことがわかりますね。こっから先が統一割理論と言います。こっから先を統一割理論と言います。今まで話してたことは、えー、量子力学、あと相対性理論ですね。量子相対論って言って、この量子的な世界、無限の中に、真空の中に無限の位置があって空間があって観察して、自分は何だろうって考えて、なんでビッグマンが起きたんだろうと考えてると。これが量子力学の限界点で、この上に統一割理論となりますと。誰がどうやって、 存在の中にこの性質を与えたのかっていうのを解き明かしてるのが統一バ理論なんですけど、この統一バ理論を理解するためには宇宙が始まる前の真空を見れる、見れる力がないとダメですね。その真空を見る力を作るためには、まああることをしなくちゃいけないと。はい。そしてその統一バ理論は宇宙が始まる真空の中で、中に誰がなんでこういう性質を存在君に、まあ神に与えて、 たくさんの空間を作って、そこに位置を作って、皆さんのは生命体をたくさん作って、えー、なんでビッグバン起きたのかを考えさせる、この仕組みを、えー、存在の中に作った。これがここに書いてあるんですよ。はい。だけど、この存在が始まる前の、まあ、極空界の中に入るためには、まあ、えー、主観と客観を一つにして、初めてうちが始まる真空の中を見ることができるんですよ。はい。 えー、そこに入るための技術を教えたのがお釈迦様であって、お釈迦様も直接統一バ理論、宇宙が始まるの真空に弟子たちを入れて、そこからなぜこの世界に無限のビッグバンを掘って、えー、観察するための空間がたくさん生まれて、その中で生老病死があって、そしてその中でもみんな頑張って世代を交代しながらも、えー、宇宙がなんで生まれたのかを探求して、まあ、アリストテレスから、えー コペルニックス、コペルニックスから、ニュートン、ニュートンから、アインシュタイン、アインシュタインから、ニュースウォそしてニュースウォから、えー、シュレンディンガーや、ハイゼンベルグや、えー、そして、スティーブ・ウォーキング。今、この良心学が生まれたのかっていう。そして、えー、この全部がなんでこうなってるかっていう、この世界そのものを作った人っていうのは、ちゃんといるんですよ。はい。まあ、それを解き明かすのが、えー、釈迦とかキリストとか、インドのベーラの聖者たちなんですよ。ですから、統一話理論だけを、 解き明かして、そしてそれを代々次の如来っていう人に受け継がせて、またビッグバンを起こして、この真空君に、えー、観察する無限の世界を生み出させて、またその統一バリアを次の如来に引き継がせて、またビッグバンを起こさせて、えー、存在の中にたくさんの位置を作ってっていう、こういう作業をしているのを、えー、まあ、如来って言いますと。はい。で、観察のことを真空になったものが、 観察者、人間としての視点を持って、この空間の中から、この世界を観察することを、えー、仏教では、五うん空と言います。五うん空と言いますと。そして、何もない真空とこの空間の質が同じであるってことを、空、足、脆、式と言いますと。はい。だんだんこれで観察するってことは分かっていました。仏教では、五うん空って言いますと。まあ、五うん空とは何もない式。この、えー、空間なる、中にある物質を、まあ、樹、樹相行式って言うんですよ。 えー、物質を受け取ると。感覚によって受け取ると。そしてそう、自分の意識の中でそれがあるっていうふうに理解すると。えー、そしてその、対する対応策を見つけると、それに行、えー、行いそうすると。まあ、ギル・ゲイツが、えー、ジョージ・ソロスさんいろんなひどを行いをしてますね。この世界はコンピューターなんて。この世界はコンピューターじゃないんですよ。はい。この世界は、まあ、巨大な精神。まあ、慈悲の精神。ビッグバンを起こしてあらゆる生命を、 悟りを減らしてあげようっていう、その巨大なる精神が作ってくれた、えー、存在の中に作ってくれた仕組みなんですよ。観察者っていうのは、その視点なんですよ。はい。それを無視して、この世界はコンピューターアルゴリズムの情報の一つだなんて、宇宙コンピューターみたいなのがあって、その中のアルゴリズムで全部動かされていて、えー、生命体たちはそれが絶対理解できないようになってるっていうんですが、そうじゃなくて、この中にちゃんとその答えと仕組みが書いてあるんですよ。なんで、神である存在は、こんな性質を持たされて、観察者をいっぱい作るのかって。 ですね。はい。で、観察のことを五分回空と言いますと、そして、式。えー、式。受走行、式ですね。そして、行いして、えー、そして、行ったことを自分が受け取るっていう。そして、悪いことをすると、また地獄に落ちるっていう。これが仏教における観察っていうことなんですよ。そして、何もない状態、観察者がいない状態のことを、妙音変満って言います。妙音変満って言います。はい。まあ、 このようにですね、えー、量子力学の中にも仏教用語がどんどん入ってきてるんですけど、まあ、ここから先ですね、統一場理論を説明するためには、なんで何もない真空の中に無限の位置が生まれて、そして時間と空間もなく、それは因果律でつながってないのに、各世界は、えな、ー、んで我々は生まれたのか、この世界はどうなってんのかと、こういったことを考える性質そのものを生み出したのは、実は、えー、ちゃんと三次元にいる人間である。 で、その人たちのことを如来と言いますと。そしてその命令を受けてビッグマンを起こした人たちのことをえ菩薩と言いますと。はい。まあこの統一話理論に関してはですね、また別な機会の話し,しますけど、まあ今日分かったでしょうかえー、まあ南部さんの質問を来てたんで、一応、日立政策所が作った神様、存在君に、なんで君は、えー、無限の観察する視点があるんだと。それは量子力学的に言うと、 まあ無限の位置があって、それは一つの時間軸とは、の因果率とは関係なしにいっぱい世界があると。はい。まあですから始まる前の中の真空の中にはもう無限の状況